どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。本日12月13日から本格的に1月切りがスタートしたというわけなんですけれども、先週末の動画で考察したように、FOMC 通過まではなかなか動きづらい状況になっています。VIX も日経 VI も20を割り込んで、一時的にボラティリティも落ち着いてきました。日経平均は 200MA 近辺でレンジという、まあこれも週末に予想した流れになりつつあります。そこで今日はこの 200MA を境に上に行けそうな材料と底割れしてしまいそうな材料両方並べています。 FOMC 以降を予想する分には結構面白い材料もあるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速12月14日日経225オプション考察始めていきましょう。はい、それでは本日のメニューですけれども、今日もチャートは一目均衡表を見ています。というよりも MACD を見ています。それからオプション手口は、今日初めて1月切りの残高が出てますので、こちらもしっかり見てください。それから先物手口、今日の着眼点という形で進めていきます。はい、今日は誰でも実践できるチャート解説講座のご連絡、お知らせですね。今まで3本出して、で、5月にボリンジャーバンドね、ボリューム3を出してから、まあ、半年以上ここ更新できてなかったんですけれども、4つ目、一目均衡表についてを、昨日作成を完了して、明日17時の時間に、これもうタイマーでアップできるようにしてあります。一応、オプションラボ、オプション投資ラボ的にはですね、この4つ、特に移動平均線とモメンタム、ボリンジャーバンド、一目均衡表っていうのを、まあ、毎回セットで見ているので、本当にこれだけしっかりと理解をしておくだけでもう全然チャートは読めるようになると思うんですね。他にいろいろなチャートとかをこう勉強して、もうなんかごっちゃになって、どの時に何を使ったらいいのかわからなくなるぐらいだったら、もう本当にこれだけをやればいいと。そしてボリューム1の方ではトレーディングビューの基礎的な設定なんかもお話をしています。明日一目均衡表がアップされたら、またちょっとね、おさらいも含めて時間のある時にボリューム1、2、3、4と見ていただければ、チャートのね、ある程度基本的なことはわかると思うので、まだご覧になってない方ぜひご覧ください。明日一目均衡表が上がったら、そこの概要欄に123のリンクを貼ってます。もしくは再生リストでチャートの見方という再生リストあります。そこにこの3つ入ってますので、お時間のある方ぜひご覧ください。はい、それでは12月13日相場概況からです。今日日経平均終わり値ですけれども、 28,640円、202円高プラス 0.71% でした。一方トピックスはわずかプラスの 0.1% にとどまって 1978.13 プラス 2.65 です。マザーズは今日も下落 1023.66 マイナス 6.88 マイナス 0.67% とね、ちょっとマザーズが正念場、これ最後の着眼点でも一つ取り上げてますので、ぜひご覧ください。次に売買代金、東証一部が2兆2225億円ということで、かなり売買代金細ってきました。まあ、SQ 日もね、そんなに SQ の割には伸びてなかったので、まあ、ちょっと減ってくるのかなという気がしてますが、まあ、もしかしたらもうね、海外の方クリスマス休暇とかに入ってるんですかね、よく知らないですけど、まあ、いずれにしてもちょっとね、2兆円割にまたなりかねないぐらいちょっと細ってきてるのが心配。マザーズは1881億円、こちらは IPOラッシュがこれからあるので、まあ、なかなかね、売買代金は伸びてこないんじゃないかなという気がします。次に恐怖指数、アメリカの VIX が 19.14 ということで、じりじりと下がっています。で、日経平均 VI も 19.78 マイナス 0.98、まあ、今日は200円高ですから、まあ、これぐらい下がって当然なんですけれども、日米ともに20を割ってきて、もうね、20を割ってくるっていうのは、この2021年はもうボラが少し落ち着いていると、またちょっと、なぎ、安心、リスクオンみたいなキーワードの状況になってきてるということですね。はい、それではここからは日経平均日足のチャートを見ていきたいと思いますけれども、今日はここですね。まあ、5日移動平均線というところで見ると、今日の5日移動平均線終値が 28,623円で、今日の終値が640円ということで、わずか17円だけ5日移動平均線の上をキープすることができています。ただし残念ながら陰線、まあ、今日は高値はね 28,750 のラインよりも上に行って
旦抜けたのでこの200日線との攻防かなと期待したんですけど、やっぱり上髭をつけてずるずると、これで3日連続上髭つけての陰線で終えてるんですね。今日これ200円高ではあるんですけれども、この上髭陰線の形ってのが非常に嫌というか弱いというか、でこれも先週の動画でお話をしていますけれども、この27,528円、ここが直近の10月6日の安値、これは終わり値ベースですの安値、まあ、大体ここが直近の安値ゾーンなんですけれども、この 27,500 円ぐらいのところと 28,750 円ぐらいのところのこの間での一旦レンジになりかけてると。でここが戻り高値かどうか、これはまた最後のコーナーでお話をしますけれども、ここが戻り高値かどうかで動きが変わってくる、これ先週金曜日の動画でお話をしています。でここをね、まあ、200日の前に 28,750 円のところで上値、今日は上髭で叩かれているということで、5日移動平均線の上を踏ん張ったってのは評価できるんですけれども、まだまだちょっと強くはないと、まあ弱くもないんですけどね、下に切り上げてるんで、なんですけれどもやっぱり上値も重いという状況で、まあこれはおそらく FOMC が終わるまではなかなかこれをね、上に抜くっていう材料は、どうだろう、あるのかなっていう気はします。でむしろここが力尽きてずるっていうのは、まあニューヨークそれから欧州勢が崩れない限りはそうならないと思うんですけれど、まあ、どっちかというと5日移動平均線を割って力尽きるような、まあ、今のところ流れはそんな感じなので、そっちの方を心配した方がいいかなと。それからモメンタムは今日ねゼロライン大きく抜けてきて、まあ、直近高値というところでも11月の上旬のこの辺ですね、8日とか、まあ、この辺りは株価的にはこの辺にあった時ですよね、のところまでモメンタム自体は一旦戻ってきていて、まあ、800円台の数値つけてるので、まあ、だいぶ戻ってきたなという感じではあるんですけれども、もう一回ねこれ見ていただくと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 今日ここの安値と、ここの、まあ、終わり値との差額を取って800円ぐらいのモメンタムが出てるんですね。で、まあ、翌日はちょっと終わり値上がるんですけど、もう1日底値のところがあります。ですからあと2日ぐらいは今の株価のところであればモメンタムはこの辺だいたい800円、700円から800円ぐらいを維持できるんですけれど、見ていただくと分かるようにこの2つの足が取れていくと今度はどん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 足が上がっていくんですね。ですから、まあ、この辺りになればね、もう逆にマイナスになっちゃいますよね、この水準だと。なのであと2日、火水と、まあ、今からね株価の位置が変わらなければこの辺りでモメンタムは推移するんですけれど、3日目からはぐーっと下値が切り上がってくるので株価も上がっていかないとこの水準は維持できない。つまりこの辺でもみもみするようなことになれば FOMC の15日とかにはねまたゼロラインぐらいまで戻ってくるという感じなので、決してここからまだねモメンタム強くなってきたよ、上に来そうだなっていうよりは、株価が上がらない限りはモメンタムはそんなに上がっていかないというようなところまでちょっとね予測をして見ておいていただいた方がいいかもしれません。はい、次に一目均衡表ですけれども、一目均衡表はまあどうでもいいっつったら怒られますけれども、三役逆転のままこちらも弱い、売りサインの状態のままということで何も形は変わっていません。基準線も転換線も横ばいですね。まあ上値と下値がここにあるので、もう少し日柄大きく株価動かない限りは基準線もそれから転換線も動かないよというようなところですね。でこの辺の話は実は明日公開される一目均衡表のチャートの中で詳しく説明しているので、そちらもぜひご覧ください。で今日注目してほしいのはここですね。待望の MACD が陽転しました。まあ、今日陰線ではあるんですけれど、まあね、もうここ2日ぐらいずっとギリギリ陽転しそうでしなかったこの辺で惜しい展開だったのが今日上昇したことで、まずは、まあ、ゼロラインよりも全然下なんですけどね、ですが、陽転してきました。ですから、まあ、この辺りの動きもそうですよね。マイナス圏で、陽転して、まあ、この辺りちょっと上行って、でまあ、あとここモニョモニョするんですけれど、まあ、その後もう一回上昇ということで、まあ、ここずっとMACDが上昇してるときは、まあ、よほど変なところでつかまない限りは、まあ、下値を切り上げた展開にはなっていたと、まあ、そこからはちょっとねレンジみたいになってますけど、で、まあ、ずっと遡って見ていただくと、いいと思うんですけれども、まあ、結構ワークをしてるんですね、陰転陽転っていうところが。ですからここ素直に MACD の陽転をまあね信じるならば、打診買いでロングしていってもいい展開になってきているっていうのがこれ MACD のサインなので、まあ、ここは一つねいい形じゃないかなと思います。
はい、それではここからは、オプションの手口、まず海外勢合算から見ていきたいと思いますけれども、まずこれはね、冒頭でもお話をしたように今日 JPX から月曜日なので残高が開示されています。1月切りとしては初めて、28,250円から 28,750 ということでちょうど 28,500 を挟んだところが開示されていて、まあ、一番いいところが開示されたんじゃないかなと思います。でですね、コールサイドを見ていただくと分かるんですけれど、なんと ATM28,500 を中心として大きく買いなが、海外勢買ってきてるんですね、コール。まずここを注目してみてください。今日はそんなにコールサイド売りも買いも、まあまあ、買いのが多いんですけど、そんな枚数出てないので、まあ累計大きく変わってないので、この累計とか残高からね見ていきたいと思いますけれども、 28,500、まずここが注目ポイントになります。今、ちょっとね上に28,600円、700円みたいなところでちょっと上に来てるんですけれど、この 28,500 のコール、1365枚、まあ、今日41枚の買い越しなので、先週までに1324枚買われていたっていうのが今日 JPX から開示されているので、これは正しい今残高になっていると。なので累計で1365枚の大きく買い越し、その上下250円幅でも300枚の買い越しということで、まあぶっちゃけ 28,500 でも上っていう形なんですけれど、これですね、個別で見た場合ちょっと気になる、まあ、手口分布になっていて、まず海外勢買ってきてるのがモルガン3兄弟なんですね。三菱 UFJ モルガンが600枚、それからモルガンスタンレーが459枚、あと JP モルガンが186枚ということで、これ足すといくらだ、1059の186ですから1230、1240ぐらいですね。もうこのモルガン3社で買い越してきてるということになります。なのでちょっとね、なんか掴んでるのかなとかね、ちょっと勘ぐりたくなりますけれども、ここが 28,500 のコールを大きく買ってきてると。であとはバークレイズが287売ってるということなので、売ってるじゃない、ごめんなさい、買ってるということなんで、まあまあこの辺りが大きく買ってきてる。じゃあそれに対して売り向かってるのがどこかっていうと、ここも興味深くって、なんと SBI 証券が1010枚売ってます。あとは、ダイワと野村が200ずつということで、まあ、日本勢が1500ぐらい売ってるんですね。であとは、この後出てきますゴールドマンもここはねこっそり220枚売ってるんですけれども、まあ、ほとんどがこの 28,500 に対しては、海外勢が買って日本勢が売ってると。で、まあ、SBI はね、まあ、全部が全部とは言いませんけど、まあ、個人比率も多そうなので、まあ、なんとなくねそう考えるとここがね上に来そうな気しますよね。海外勢が買って日本国内が売ってると。でもちろん上下のポジションなので、これ裸で日本が売って海外が買ってるわけではないんですけれども、ただ全体的なバランスで考えるとなんとなくね上に行きそうな気はしますよね、この手口。それから海外が買って日本が売ってるという、まあ、状況ですから、なんとなく上に行きそう。それからプットはちょっとね、現時点では語ることができないぐらい、まず残高開示も、まあ、ちょっとね売られてるぐらいですけどね、この 28,500 を、プット100枚売ってるのは一番でかいぐらいのなところなので、まあ、ほとんどこれじゃ分からんと。で今日も取引がほとんど、まあね、売り買い交錯して、まあ、そもそもプット、枚数そんな多くないんですけどね、ということでよう分からんということですから、まあ、全体的で見ると ATM 近辺で若干売り越しになってる。つまりプットはわずかに売り越し、コールは結構買い越しということで、 28,500 から 28,700円ぐらいの間から見ても上と、この辺りの水準から見ても上っていう形になってるので、まずちょっとねここはしっかりと見ておくといいかなという気がしています。はい、次にゴールドマンなんですけれど、実はゴールドマンね、これ残高開示もそんなに枚数出ていない、しかもどっちも売りっていうところ、 28,500 から28,750 ぐらいのこの ATM で見てもね、どっちも売りだから、これどっちの方向かってのもようわからん。これも前回の12月切りもそんな感じだったんですけれど、なんかよくわかんないですね。で今日もほとんどコールは一切触ってないし、プットもちょっとだけ、売り返しただけなので、まあ現時点でゴールドマンでどうかっていうのはじゃちょっと語れない。でさっき話題になった 28,500、ゴールドマンは220枚だけ売っていたという感じですね。はい、ただまあ枚数少ないので、まあ、もうちょっと枚数出てからゴールドマンは見ていきたいと思います。はい、次にアムロですね。アムロの方はまず残高を見ておくと、これもどっちも売りなんですね。コールも売り、プットも売り。ただ枚数だけで見るとプット売りの方が結構多くなっています。でコールの方は ATM 近辺、つまり 28,250 から 28,750 のこのエリアに関しては
枚数多くないんですけれど、すべて5つの行使価格帯全部売り越しになってるんですね。つまりコール売り、このあたりまでは上がらないだろうというところで売りを入れてると。ただその上ですね、ちょっととの、まあ、あのファーのところを買ってきてると。なので ATM 近辺のコールを売ってちょっと上を買ってきてるというバランスで、まあ、これは何でしょうね、こう新しい現月になった時に、まあ、アムロがよくやりがちなパターンですね。近いところを売ってあの遠い方を買うっていうところで、組み立てるというパターンなので、まあ、これも現時点で何か方向を示すものではなさそう。ただね、プットの方の売りの枚数が多いんですね。前回12月切りもなんかね、親の敵ぐらいこのプットを売ってきたんですけれども、引き続き1月切りもプット売りが旺盛になってます。しかも今日プット2万8000円を820枚売ってできました。さらに2万8500も209枚売り乗せということなので、これ残高見ていただくとね、もう全部真っ赤っかなんですね。しかもそこそこの枚数が出ています。ですからもう本当に2万8750から下のプットをダーッと売ってるので、2万8750よりは下がらないというまあポジションになってる。で、まあコールの方はなんかヘッジでね売りになってるので、まあここは証拠金はねもちろん相殺されませんけれども、まあプットとコールの両方売りで、まあちょっとここはね相殺みたいになってますけれど、ちょっと上をまあコールは買ってると。ですからまあこれを無視するとね、ここのコールを無視するとこのプットプット売りとコール買いということで、28,750 よりも上目線っていうのがね、明確にアムロはなってるということですから、まず序盤プット売りのコール買いだと、28,750 よりも上を見ているぞっていうのがアムロだっていうのをね、見ておいていただくといいのかなと思います。はい、それでは最後先物ですね。今日日経平均プラスの 0.71% ですが、トピックスがプラスの 0.13% でした。で、ラージプラスミニの日経平均型先物が371枚の買い越し、これ3月切りの合算です。それからトピックス側の先物が684枚の売り越しということで、差し引き313枚の売り越しと、まあ、いずれにしてもね、ほとんど買いも売りも枚数が出ていないと、まあ、そこそこ売りと買いがね交錯をしていたという形ですね。で、個別で見ると買い方の方はモルガンスタンレーが2014枚という形で、まあ、ここがちょっと買ってきてる。あとソシエテも1300枚ぐらい買ってますねというところで、あと売り方の方がゴールドマンが1856枚、まあ16000枚、これ先週までの残高で3月切り1万6000枚の売りになってるところに、まあ、さらに1900枚近く今日売ってきてるということで、まあ、ゴールドマンは先物売りに転じている流れが、まあ前現月の終わりからねずっと続いてるという感じになります。で、あとはシティが2000枚、バークレイズが1600枚という感じで売り乗せをしてきているということですね。で、あと気になるところ、 JP モルガンは買い方でおとなしい、クレディスイスはやや売りということなので、まあそんなに見るべき、まあ私がチェックしているところの動きでいくと、まあゴールドマンが引き続きちょっと先物を売りに振り向けているというところですかね。はい。なので、まあもうちょっと始まったばっかりですから、まあもうちょっとね見ていきたいと思っています。はい、それではここからは今日の着眼点になりますね。今日の着眼点ですけれども、まあ、FOMC まで結局もういろんなコメントとかも出てこなくなりますから、動きづらい、そして狭いレンジになってくるんじゃないのかなということで、まあ、その通りの動きに今日はなってると。で、そうなってくると日経平均としては200日移動平均線を 上に抜けるか、それともここが戻り高値になるのか、これが非常に重要ってのは、これ金曜日にアップした動画でもお話をしています。ですから今日はこれをね、上抜けるか下抜けるか、上昇要因と下降要因、まあ、ちょっとね無理くり引っ張ってのものもありますけれども、ちょっとそっち両方に分けて考察をしてみています。はい。で、まず日経平均の日足、別の視点から見ると、やはり200日移動平均線とそれから25日線が下がってきて、だいたいねクロスするあたり、これが 28,850 円ぐらいのラインだろうと思っていて、まあ、今日はギリギリねもうそこまで上髭で近づいているというところになります。ですから、まあ下値は切り上げてるんですけれども、一旦この 28,850、つまり200日移動平均線、この紫の200日移動平均線ですね、この辺りにタッチする後、
どう動くのか、 FOMC までにタッチできるのか、それともまた一旦下がったりしてね、なかなか 28,850 にすら、到達しないのかということですけれども、一旦シナリオとしてはだいぶ 28,850 に近づいてきたので、ここで跳ね返されるか抜けるかということになってきます。でですね、ここで跳ね返されると戻り高値、これ12月の8日9日、2日連続200日で跳ね返されて一旦下に押したんですけれど、ここが結局戻り高値だったねと再確認されるのは、ここで跳ね返されて下落するという流れになった時ですね。はい、でまず上昇する期待としてもう一度見ておくと、一つ大きいのはね、MACD が陽転している、これは最近は非常にワークしているので心強い上昇のサインじゃないかなと思います。もう本当にこれだけを信じて打診のロングをしてもね、面白いかもっていうぐらい、まあ、最近は結構そこそこワークしています。ただ前回はこれね、ヒストグラム見てもいまいち伸び悩んでるように、まあ上がったり下がったりグネグネして最終的には下値を切り上げたんですけど、まあね、結構上行ってもすぐ叩かれてっていう流れですから、先物ベースで見ると本当にいいところで入ってで、いいところで抜けないとなかなか日足ベースで見ると、利益にならないんですけれども、こういう時こそオプションですよねと。まあ上に行くのであればプット売り、それとコール買いはねすぐ逃げないといけないですけれども、まあまあコール買いの、プット売りみたいなのを入れながらね、ちょっと新セポジションで上を狙うみたいな初動に MACD が要点したっていうのは心強いサインかなと思います。でここはじわっと来る話でアメリカの話なんで、ちょっとねスキューとビックスという視点でも見てください。これどちらも下落してきてるんですね。まあ一旦ビックスはドーンと跳ねて上昇しましたと。もうずっとこれ16を割り込むといつもビックスは跳ね上がるので、まあ、このあたりではね、こうボラティリティが上がることを注意しないといけないというのはこの動画でもお話をしていましたけど、いやらしいのはね、一回上がって落ちてきたりして安心したらドンなんですね。でこの時に、スキューも、ビックスが上がってるのにスキューが150っていうところがね結構珍しいパターンで、まあ、結構心配はしました。もう相当ね荒れているのにまだ下を心配しているっていうことなんで、ただ、まあ、そこからビックスが急激に落ちてきて、さっきお話をしたようにもう20を割り込むぐらいになってきてます。でスキューも落ち着きを見せて下落に向かってると。そうすると今は高値から降りてきてるので、このね安値圏でいるといつ爆発するかわからないんですけれども、降りてくるところっていうのは株価がね今のところ安定してきてるってことなんですよね。つまり大きく下落をするような流れにはなりづらいと。今ビックスが安心で降りてきてるので、急上昇するかどうかは別にしても急落っていう心配がなくなってきていて、まあね今まで急落してきた後ですから、こっからまたすぐ急落というよりまたちょっと日柄を要するためにこうじりっとビックスが下がってくる、そしてスキューも下がってくるということですから、相場として見れば少し安心感がある、底値が固い、つまり上昇するよというサインというよりは下落しづらいよという観点でこの2つのグラフを見ることができるのかなと。これもまあね、下が硬いのであれば200日移動平均線を抜ける原動力にもなるので、ここも上昇するサインとしては一つね、いい情報かなと思います。でもう一つは先ほどオプションで見ていただいた通り、コールオプション、海外勢がね 28,500 それから 28,750 ぐらいのところに大きく買っていて、さらにその上も枚数こそ多くないんですけれど、まあ、コール売りがほとんどないっていう見た目なんですね。ここは残高が開示されてないので、もちろん当てにはなりませんけれども、 28,500 っていう ATM よりは上っていうところが結構力強い海外勢の買いが入っている、そして売っているのは国内勢ということであれば、なんとなく 28,500 よりも上に行きそう、つまり今いるあたりからもう一段上、ここですからね200日移動平均線ですから、まあ、この辺りを抜けていくのはこのオプションの手口から見ても一旦現状であれば心強いんじゃないかなということで、これも上昇の、まあ、一つね要因としては考えてもいいんじゃないかなと思っています。でここまでが上昇するんじゃねっていうところね、あんまり意外と強いサインなかったかもしれないんですけれど、で次からはちょっとね下落の方を心配するサインで、これは、マザーズですね。久々にマザーズのチャートを持ってきましたけれども、もうこの M ね、マザーズの M みたいな8月のお盆からこのねダブルトップ、もう典型的なダブルトップをつけて、どっちも200日ぐらい、まあ、ちょっとここはオーバーシュートしてますけどね、というところで叩かれてということで上がった分全部吐き出してるという、まあ、なんとも綺麗なシンメトリー、まあ、このあたりちょっとずれてますけどね、本当にまあね絵に描いたようなダブルトップみたいな話になってるんですが、注意したいのはここですね。この濃い青で引いてる位置、これがダブルトップのネックラインです。
で、このネックラインを抜けて、で、なんとか下げ止まったのが、8月の半ば、お盆の最安値、直近の安値ですね、のところで、来たと止まったわけですよ。で、そっから戻したんですけど、ここが、ね、12月8日、9日の日経平均も200日を叩かれた。まあ、両方に窓を開けて上に行ったっていう2日間、これが、マザーズは見事にこのネックラインで叩かれたんですね。25日線自体がこう急落してきてるんですけど、少なくともこれぐらいまで戻るのかなと期待してたら、随分手前のネックラインで弾かれた。これが結構嫌な、絵に描いたようなリターンムーブになってます。で、2日連続大きなというかね、そこそこの陰線をつけて、5日移動平均線を割って、今日はその5日移動平均線ですら上値を叩かれて下落ということですから、また直近安値のところに迫ってきてます。でも、ここを割り込むようなことがあれば、本当にずるずるずるっと、もう多くの人が、全く利益が出ていない状況になりかねないので、まあ、個人投資家がね、また少し投げないといけないような状況になってくる。そして IPO が結構増えてくるので、まあ、IPOのセカンダリ狙いで換金したりっていう、まあね、動きも出てくるので、まあ、ますますちょっとマザーズ指数としては厳しい展開になってきてると。で、マザーズが崩れてくると当然個人投資家も懐痛みますし、日本全体としても日経平均にもね、やはり、これでマザーズが下がってるから日経平均がね、ズドンと下がるかっていうのはまた別ですけれども、まあ、少なくとも上値は重いよねと。そんなに上がっていかないよね。200日移動平均線を2回叩かれてるところをね、終わりねで超えていけるかっていうと、マザーズがこのまんま安値を割り込むような展開になれば、やはりそこは弱含むんじゃないのというところ、で、それから今度はこっちはまた日経平均ですね。コロコロチャートが変わって申し訳ないんですけれど、こちらはボリンジャーバンドでの日経平均です。で、ここに関しては今、ミッドバンド、25日移動平均線と同じですね、ゼロラインと今マイナス1シグマのところで、まあ、踏みとどまってるんですけれども、バンドの形がですね、これ全部マイナスなんですよね。で、なので、バンドが収縮してきているという流れというよりは、角度がやや下向けに、バンドはそんなに大きく、まあ、この2シグマと3シグマはちょっとこの縮む方向に動いてきてますけれども、まあ、残念ながら1シグマ、マイナス1シグマ、マイナス2シグマあたりですね、こちらが今まだ下向きになっているということで、ボリンジャーバンドからも緩やかに下落みたいな形になっていると。ここゼロラインを超えて上昇していけるかどうかというと、このボリンジャーバンドで見るとちょっと重そうだなと。まあ、なんかね、こんな感じで緩やかにレンジと思わせながら緩やかに下落しそうな今見た目をしているということで、まあ、ここからもあまり上値は強そうじゃないなというチャートになっています。で、もう一つは、ヒンデンブルグ方面、今度はまたね、アメリカ S&P の話ですけれども、ヒンデンブルグ方面が今日点灯してきました。で、ここはちょっと勘違いはしないでいただきたいんですけれども、ヒンデンブルグ方面っていうのは非常に不確かで、狼少年みたいなところがあって、一度出るとすごく出やすくなってね、頻繁に消灯と点灯を繰り返すっていう特徴もあるんですね。なので、直近は点灯した後、直後にズドンと下落したので、またヒンデンブルグが当たったみたいなね、コロナの時もその直前にヒンデンブルグ方面が点灯してたっていうのは有名な話で、その急落、それから暴落みたいな時の直前に点灯しているっていうのは非常に頭にすり込まれているので、ヒンデンブルグ方面点灯したらすぐ売らないといけないとかね、ショートだみたいにして考えるのはとてもとても危険ですと。で、本当にヒンデンブルグ方面自体は点灯してから1ヶ月以内に急落があるかもしれませんっていうね、すごく曖昧な指標なんですね。まあ、どっちかっていうと、なんだあれですね、水星逆行みたいなとよく似てるんですね。1週間2週間何にも反応しないかもしれないけど、ドスンと下がる時が来たら、あ、やっぱりヒンデンブルグ方面だったって思いやすい。なので、ここはちょっと注意をしてほしいんですけれども、ただ、まあ、下落しそうだなというような形になってきてるってことなんですね、アメリカが。でないとヒンデンブルグ方面点灯しませんから、まあ、そういう意味ではやはり急激にビックスが下がってきてるっていうのもあって、また、安心感があると。思いのほか急にまた買われすぎとか天井圏とかっていうサインになりかねなくって、それの、まあ、
プレサインとしてヒンデンブルグ方面が点灯しているということなので、こちらも、まあ、急落するかどうかは難しいんですけれども、少なくともいつ下落してもおかしくないような状況なので、ちょっと上昇してもそこからドスンという流れがありえるので、ここもちょっと下っていうところでは注意をしておいてほしいサインかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを、そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。アメリカの方もしっかりと見ておりますので、よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。